近藤勝彦は、日本の実業家。第一官業銀行を討取りや、水保フィナンシャルグループ名誉顧問を務めた。山口県の現在の光市出身。山口県立光高等学校を経て、一橋大学経済学部に入学。大学では、体育会バレーボール部に所属。大学卒業後の進路としては、自動車メーカーを希望していたが、先輩の顔を立てて、 第一銀行人事部の面接を受け、大学を卒業した1960年に入校。主に人事部門、営業部門を歩む。スタンフォード大学留学、ニューヨーク支店勤務、国際金融部長等を経て、1990年から第一官業銀行取締役。その後人事、第二部長、人事企画部長等を務めた。人事、第二部長時代には、 旧日本官業銀行出身者の人事を扱う人事第1部と旧第1銀行出身者の人事を扱う人事第2部を統合した。1996年4月に第1、官業銀行頭取就任。ところが、1994年7月から1996年9月までの間にかけて、総会屋の小池隆一の関係企業へ、 系列のバンクの大和信用を通じて117億8200万円の利益供与がなされていることが発覚した。この責任を取り1997年5月22日、近藤は公認の頭取に藤田一郎副頭取を指名し、任期途中で頭取を退任することを表明した。同時に奥田正会長及び村本修造、藤森哲夫、羽倉慎也、 中村一郎、宮崎区に次の各相談役の退任も発表された。総会屋への利益供与については、総会屋が指示した元出版社社長の大物総会屋と歴代トップが親密な関係にあり、その呪縛が解けなかった。と説明した。その後第一官銀の幹部11人が逮捕され、1997年6月29日には、東京地方検察庁で、 事情聴取を受けていた宮崎元峠が大変ご迷惑をかけ申し訳なくお詫び申し上げます。逮捕された方々の今後の処遇、家族の面倒等をよろしくお願い申し上げます。すっきりした形で出発すれば素晴らしい銀行になると期待し確信しております。などと書かれた近藤及び奥田正自然会長、杉田地からの会長取り宛ての衣装の腰自殺を図る。 宮崎が搬送された、京林大学医学部付属病院に、同日午後5時40分頃近藤も駆けつけたが、厳しい表情で、報道陣の質問には答えないまま、車で病院を出た。近藤は、事態の混乱の責任を取り、頭取りを退任したものの、逮捕されることもなく、民事の損害賠償責任も負うことはなく、法的な責任はなかったため、頭取り退任後も、顧問や、 各社の社外取締役、社外監査役を歴任し、第一官業銀行が富士銀行を及び日本工業銀行と合併した後の水保フィナンシャルグループでも名誉顧問を務めた。高杉良による経済小説、受縛から金融不職列島にに登場する旭中央銀行の坂本昇ボルトードには近藤がモデルとなっている。また題名にある 呪縛は近藤が記者会見時に総会屋への利益供与について呪縛が解けなかった。と述べたことに由来する。日経金融新聞1995年2月27日。日本経済新聞1996年1月20日。日本経済新聞1997年5月23日。日本経済新聞1997年7月17日。 日本経済新聞1997年6月6日、日本経済新聞1997年6月30日、日本経済新聞1997年6月30日。ありがとうございます。